フルスルトラどうもこさんじです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は庄司滅蔵の内通者考察になります。本日の時間割はこちら。強い自己犠牲の精神を持つ庄司くん、このあたりと伏線をしっかり考える必要があります。では早速いきましょう。1時間目、伏線。庄司くんが内通者なんじゃないかと呼ばれている理由はこのコマです。単行本21巻の82ページのオールフォーワンの記憶。オールフォーワンが人々から個性を奪い去るシーン。右上の人物が庄司くんに似ているんじゃないかと言われています。また81ページのコマでは長い腕を振り回している様子もありました。この個性自体は森林カムイの個性樹木のようにも見えますが、庄司くんの複製腕も全く同じように伸ばすことができると考えると伏線と考えることもできます。またもう一つの伏線は庄司くんの出身校である豚ハウ中学です。1年 A 組の生徒の大半はスターウォーズと関係がある名前を与えられています。庄司くんの出身校である歌ハウ中学は惑星ウータパウから来ているのではないかと言われています。スターウォーズに起きるクローン戦争という銀河系規模の大きな紛争の最後の戦いの一つにウータパウの戦いと呼ばれるものがあります。この戦いの一つのウータパウから取っていると考えると庄司くんが内通者という話はうなずけるところがあります。2時間目、マスク。庄司くんといえばマスクです。マスクをつけている理由は昔女の子を泣かせてしまったからだとされています。しかし堀越先生は庄司くんのお話を書きたいとしていますが、未だに全く明かされていない状況があります。波動先輩にタイミングをもらうもわざわざ語らせないということは何かしらの意図があるように思います。3時間目、人物像。寡黙な紳士とされている庄司くん。 USJ 事件ではとっさに仲間をかばったり、林間合宿では仲間思いであることが強調されていました。本編ではあまり交友関係が見えない庄司くんですが、ザ・陽キャ組上根と二郎さん、足戸さんと下校したり、話し合いの時には積極的に参加するため人間関係で苦労しているようには見えません。むしろスピンオフの幽霊白書では高台の気遣いを見せたり、怪談話に参加したり、佐藤と好物のたこ焼きを作るなど幅広くクラスメイトと仲良くしているように思います。そして映画では最後まで一人で少年少女を守る姿に心を打たれた方は多いんじゃないでしょうか。4時間目、複製腕。近接だけではなく策的や情報活動などのサポートも行うことができ、クラスでも強行性の部類に入る複製腕構成を有する庄司くん。その身体能力はずば抜けており、体育祭では宮田くんと麻酔さんを背負いながらの騎馬戦だったり、金曜日の牛肉と豚肉を選ぶ権利争奪戦の A 組 B 組の腕相撲対決では骨抜きを瞬殺していました。そんな庄司くんは空を飛べます。体育祭の障害物競争第2関門ザ・フォール、デクがせっせと綱渡りをしている中、庄司くんは空を飛んでいました。また普段庄司くんは手や口、耳を複製している印象が強いですが、その他の体の器官を複製できる可能性もあります。空を羽ばたけるだけではなく別の器官の複製などによる個性の使い方の幅が大きいキャラです。このように庄司くんは体と個性のポテンシャルが高く、まだまだ伸びしろがあるキャラだと僕は考えています。今までの情報を踏まえた上で2つの仮説を考えていこうと思います。5時間目、仮説1。1つ目は昔からオールフォーワンのしもべだったパターンです。庄司くんがオールフォーワンの記憶にいた人物だと仮定した時、生きていること自体は超人社会なので何ら問題はありません。そして物語の流れは全て芝居だったという一言で解決するところなので、読者からすると問題大ありですが、ある意味問題はありません。そしてマスク、先ほどお話しした女の子を泣かせたストーリーはウルトラアナリシスに記載されていたものであり、その文章は一見すると15年間生きてきた経験のように思えます。しかしこの文章は女の子を泣かせた時期は昔とされており、具体的な時代背景は全く見えません。この文章自体は超常黎明期の説明だったと考えることもできます。そしてオールフォーワンがオールマイトに敗北してからも側近としてオールフォーワンに仕えていたというのが仮説1になります。6時間目、仮説2。こちらはオールフォーワンに仕えている一族だったという可能性です。つまりオールフォーワンの記憶にいた人物が庄司くんの先祖だったという可能性です。オールフォーワンがタルタロスに入り内通者の行動がなくなったことから、内通者はオールフォーワンとつながっており、ヴィラン連合とつながっている可能性は薄いと言えます。そしてオールマイトの生徒は皆ヒーローの心を持っているというセリフもありました。庄司くんが内通者だとして、庄司くんが助けるヒーローを目指しながらもオールフォーワンに仕えなければならない、内通者としての役割を果たさなければならない理由として、オールフォーワンの記憶に登場していた人物の子孫であったこと、生まれながら血に縛られていたというパターンも考えられます。現在はオールフォーワンがいないから自由に生きていたけどどうなっていくんだといった感じでしょうか。オールフォーワンの記憶にいた人物の個性が庄司くんの複製腕とは全く一緒ではないので、
一族と考える方が筋は通っているかと思いますが、全ては芝居だったというパターンは前提を容易に覆すので、仮説1と2どちらなのかと言われると優劣をつけがたいところがあります。しかし僕はオールマイトの生徒は皆ヒーローの心を持っているという話は確信に迫っていると考えているので、個人的には仮説2を推したいと考えています。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シンソーがバイバイ。